この砦は異邦人ギルド、私たち異邦人の拠点で、今日からあなたの家になる場所よ。本物の我が家と思ってゆっくりくつろいでちょうだい。副団長。あら、今日どうしたの？そんなに慌てて。どうしたのって、リユが急にいなくなったからに決まってるだろう。私が？何かあったらどうするんだよ。いつも言ってるけど、もっと慎重に行動してくれ。今となってはリユが俺たち異邦人のリーダーなんだからさ。ごめんなさい。飛行機が落ちていくのが見えて、それでもう無我夢中だったから。飛行機？それじゃあもしかしてそこにいるの？ええ、私たちの新しい仲間よ。鉄の鋲で見つけたの。なるほど、それで急に。だったら多少の無茶を責められないな。はじめまして、僕はコレミツ教。ここでは本名なんて無意味だけど、まあ一応礼儀としてね。困ったことがあったら何でも僕に言ってください。これでもこっちじゃ少しは名の知れた異邦人なんですから。初対面の人には丁寧なのね。僕はいつだって丁寧ですよ、相手が非常識じゃない限り。え、私ってそんなに常識ない？さあ、場合によるけど。そうだ、さっきアンナも探してましたよ。それはちょうどよかった。今日後で教練をお願いするから用意をしておいてね。了解、じゃあまた後ほど。ごめんごめん。紹介するわ。この人はグルルバさん。ギル。あら、やだ、見ない顔だと思ったらやっぱり新しい人だったのね。お世話係のグルルバと申します。どうぞよろしく。ところで異邦人様、ひょっとしてあたしらミグミーに会うのは初めて？ミグミーっていうのはグルルバさんたちの種族のことよ。私たちと違う先祖を持つ人たちなの。この町にはいろんな種族が住んでるのよ。あたしらミグミーに猫みたいな耳の尖ったエルフたち、そして人間、だいたいこんなものかしらね。あれ、誰か足りない気が。ああ、ずんぐりむっくりでヒゲもじゃのドワーフって連中もいたわね。あの種族は特に気難しいから気をつけた方がいいわよ。もうそうやって偏見を吹き込まないで。何が偏見のもんかね。種族の特徴を把握するのは大事だよ。あとで居住区にも来てちょうだい。そっちでも話すことがあるからね。それじゃお待ちしてますよ。それじゃ。
あら、いらっしゃい。あら、いらっしゃ。あら、やだ。
おや、噂話が聞きたいのか。待ってたわ。あれ？もうじれったいな。要するに器を持つ者ってのはさ、世に権限した神の代理なんだよね。だからそいつら器に注がれた力はそれに連なる神々へと向かい、力を注いだ者にそれら神々の加護を与えてくれるっつうわけ。ちなみにだけど、この町には3人ほど器を持つ者がいてさ、それぞれ違う神様を代表してるわけよ。整理すると、器とは神の代理者で、神器とは神から与えられる加護の力と、まあ手短に話せばこんな感じか。ありがとうアンナ、説明してくれて助かったわ。もうこれぐらい自分でやれっつうの。私がいなかったらどうすんのよ。その時は頑張って話すわよ。今頑張れよ。私クルスアンナ、以後よろしく。ああ、ただの平団員だからさ、気使わなくてもいいよ。
でもさ、あんな話してたってことはやっぱこの人も、選ばれし者。だからその呼び方恥ずかしいって。失礼します。わかった。おっと、いやまあ、いや、
るっしょ。よろしく。よ。よろしく。そんじゃあ。お疲れ。ええ。